あ、本当。一応まいちゃん選んだ方、じゃんけんでまいちゃんステージか席か、選べると。そうですね、ま、まいの時だけですね。それ以外は、うん、1P で 2P かだけです。なんでまいちゃんステージを選ぶかというと、まあ、まいちゃんはガロー2だと、自分のステージじゃないとね、技が出せない、ムササビの前が出せない、出せないということでね。まあ、じゃあその辺ちょっとぐだるかもしれないですけど、ご協力ご容赤よろしくお願いします。設楽さん、ガロデヘス大会全部で24人23試合、これからよろしくお願いします。じゃあ始めまーす。はい、じゃあ第1試合、ファミ、テリー、ビブン、アンディ兄弟対決。じゃんけん出席を決めろ。今日のガロ2大会は荒れそうだぞ。ファミさんとビブンさん、ね、はいはい、違う後ろ。じゃあ鳥さんも紛らしいところにいないだファミさんとビブンさん、じゃんけんして席を決めるんだ。今再び伝説の男たちが帰ってきた。ガロー伝説2、新たなる戦いで対戦を決めたいと思う。はい、 1P 対 2P で選んでいただいて。さあ始まった。ファミさんが 2P テリー、 1P ビブンさんが、アンディ。下馬評では一応アンティが、強キャラとされているゲームですが、まあ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 、どうかどうかはわからないということで、コンボレスシステムを導入したガロー伝説2大会、昭和縛りかな。うわだ、ライジングタックルで返していく。音って出てます。さあバンダクル合ってくれ。体力的にリードしているのはアンディ、ファミス、ビブンさんですね。さあビブン、ラインドからキラキック当てて、そのまま投げて、しかしまだ体力残ってるよファミさん。おっと、ここは残影入ってビブン、アンディ一歩接種。まあ、アンディは銀さんという方がですね、今日も出場していらっしゃいますけど、当時の全国大会でね、かなり完成されたアンディを、プレイしていて、まあ、そのスタイルが、今に至ると、いろいろ情報が広まってですね、皆さんがそういった大ハメなんて言われることなんですけどね、そういったプレイスタイルは言っても過言はないのではないかと。基本的にしゃがみ小キックが非常に、安定がおかしくてですね、強い技なんですよ。返す技がなかなかない。ちなみにテリーはですね、しゃがみ小キック打たれたらぶっ飛ばし攻撃で、反撃することができます。さあライジンタックルカードして三英剣、ここは重装に強キャラ使っているビブン・アンディ、1回戦突破おめでとう。じゃあ次がヨサクマイと犬仮面アンディ。じゃあヨサクマイ、犬仮面アンディ、じゃんけんして、じゃんけん勝ってステージを選ぶか席を選ぶか。じゃんけん 1P、2P をまず、はい、あ、そうですね、とりあえずムササビの前は使わないとのことなので、そしたらじゃあ 1P 対 2P を選んでもらって。はい、ヨサクマイ非常に空気を読んでいるいい人だそうですね、 1P 側ヨサクマイ、2ビー側犬がいつかめん。先ほどシャルロットを使って、シャルロットの性能をすごい十二分に引き出していましたけど、ここはアンディで性能を引き出せることに期待したいです。空破弾当てていく、当たっちゃった。4作前弾影剣で削っていく。このゲーム連続技ございません、なので一削りが非常に重要になっていくというような流れで見ていただいている方は認識してほしいかなと。逆転要素もなかなかないんでね。どうする、アンディ3位ハメ、これがアンディの3位ハメだ。ライン度で逃げていく超必殺白いバチ、なかなか超必殺白いバチとかもね、半角がない技なので対応していきたいところ。足払いで動かして削る、ここは落ち着いて昭和市で犬ガイツ一歩接種。危なかったよ。でもいやー、これは静かに温まりますね、このアンディは。さあ2本目どうなる、飛翔剣食らっちゃった。ガードして難易度で仕切り直し、しかし流して返していく。しゃがみたいです。ガードして打っちゃって大栄剣で飛び込んでいく。さあ舞ちゃん体力が削られていく。大キックで返すが、ライドで一旦仕切り直し、戻ってきたところ大足払い、大栄剣また交錯する。おっと、今はあれですかね、竹コーヒーだとしたか、ピヨったところに投げていく。まだ生きてるよ。ライドできずに、ここは犬ガイツ順当に1回戦突破おめでとう。
試合目 R さんと紫ベガさんですね。紫満を持してさあじゃんけんでマイステージが 1P か 2P かですね。 R さんじゃんけんしてください。出てきたぞ。最初はグーじゃんけ ん, ん, けんほい勝ったのはステージドル 1P、2P ステージでしたらじゃあ紫一人用でやってあの VS コムって方を選んで一、はい、人用にで前に乱入してもらう形で、はい、じゃあ あの VS の方だとさなんかどう選んでもランダムっぽい、ね、今でもさマイステージになったけど分かんないんだよね。はい一人用でそっちですはいで舞ちゃんを選んでもらって前選んでで選び終わったら R さん、あ、まあ、まだ早いんじゃないですか。とりあえずあコンピューターもコンピューターも適当に選んで、コンピューター適当に選んでもらっていいですか。あもうそのまま始めさせてください。で始まったら R さん、あもう乱入しちゃっていいですよ。乱入していいですよ。多分これで舞ちゃんステージになるかなと思います。そして紫どっかいなくなる。さあ大阪からやってきた紫ベガ第3回第4回大会だったっけな、忘れちゃいましたけど、有効の剣2で二塁なき強さを見せてくれた紫ベガ、ガロー2ではどうなんだ。対して前回決勝戦まで行った R さんの上東、いやあいつでスライディングで白身勝ちかわしていくガードして隙のない技分かっている紫ベガ押し付けていく。ここはハリケーンアッパーで1対4のスピン距離を取ってハリケーンアッパーいいよ。さあ紫や体力的には非常に不利な状況ですが必殺技が出せ、超必殺技が出せる状況。おお酒攻撃さすが R さんのムエタイ使いは半端じゃねえということで飛び込んでよっとぶっ飛ばし攻撃挟んでハリケーンアッパーキャンセル出していくライド交錯するシャーミガード酒攻撃いいよよく見えてる。飛び込んでダイキック当てて R タキまず一歩接種攻撃長いっすね、ほんとね。さあ、紫目が後がない。関西勢をしばき上げるか、アルタキ。それとも、リアルサウスタウンの強さを見せるのか、紫目が。どうなる飛び道具、打って、ライド。下げ攻撃、ここはスカル。おっと、お互いライン。下げ攻撃。ぶっ飛ばしたんで、おっと。忍び橋、横サビの前、打っていく。このステージでは出せない、固有技になっております。シャーミガードパンチ刻んでライドで様子見舞ちゃんが体力を減ってる状況しかしガード出して大パンここは落ち着いて核反応ぶっ飛ばしを当てていく R タキ落ち着いてる相手の攻撃よく見えている R タキこれはガロスやり込みすぎだろハリケーンアッパー垂直だぜかわす紫目が超必殺白勝ち当てていくめくりでライド攻撃からの投げ画面端削っていくめくったしかしガードしているアルタキさすがここ我慢していたおっとここは超必殺白勝ちが刺さって紫ペガ一歩取り返す。そしてもう流行の剣2だけに来たわけじゃないですからね。ガロー2とワーヒー2と出てきたせっかく関西から来たんで全部勝って帰りたい全部勝って帰ると言っていた紫ペガしかし相手は百戦錬磨のアルタキの上東かなり1回戦から熱い注目カード。そしてアルさんもあれですかね昨日犬にぶっ壊されて消化不良ですから、ね、もう消化不良ですからね。ここでガロー2で強さを見せてほしい。足払いが刺さる紫目が隙のない技おっとここはうまいアルタキしっかり落ち着いて投げていくスラッシュキック刻んでライドで様子見ガードして酒攻撃で飛び道具を受ける、まあ、うまいあれですね本当あのエアガイツの時 の, あのインタラクトプラス投げ受け身等 そ,、ね、その手 の, あの会社システム上手ですね。うまいですね。おっとここは素直に投げに行ったそしてシャクレスで削りに行って削って当たっちゃった。紫目があっとこれはやったーアルサキスクリューアッパーか素晴らしい。おい減ってね安かった知らなかった。スクリューアッパーでよかったんじゃないのか。スクリューアッパーじゃねえの。まあいいか頑張れ。あっと投げたまだ分かんない。スクリューああ出ないどっちも出ない。どうすると勝ったのどっち勝ったのアルサキ目が1回戦突破。今前も前で最後削るのあれ失敗したんですけど忍びバス出なくて出なくてタイガーキック怖いふりしたんですけど。そうですね。いや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 危ない。いきなり決勝戦みたいな試合ありがとうございました。 R さん惜しかったな投げじゃなかったかそこは。
やスクリューアッパーが良かったんじゃないかな。 THR に続いて R 滝にもトラウマを残した紫目が一回戦突破おめでとう。したらあれですね、今度は静岡、今静岡じゃねえのか、名古屋ですね、名古屋からの尺ですね、土鍋テリー VS4126 東。さあ土鍋テリーと4126、鳩屋の4126着けして敵を決めてくれ、これそう テリー頑張れ、コンビだテリー頑張れ、前を早く殺すんだ、はい、これでゲームオーバーになってくれた方が早いかなと思って、リセット押すのが早いですから、リセット押すとでもクレジットをもう一回ボーッと押さないといけない。ちょっと待って、ちょっとコンピューターのテリーを応援するところ、応援するところですね、マジですか、ちょっと待って、お、ピヨった、あ、ピヨった、いいよ、こいつはピヨらして、パワーウィーム、おテリー、大キック、あと一発、パワーウィーム、あんな角度落とした、落とした、だけど何下がってんだよみたいな感じですけど、オッケー、曲がりすんでもいいか、というわけでゲームオーバーになったので、お二人乱入して、あんた手応えあったせいで無抵抗、動かしてねえから、無抵抗、うるせえみたいな、さあ始めてくれ。ですね、スタートボタンどっちでもいいんで押して、押した後に 1B、VS、2B。さあ、静岡の土鍋 VS 伊藤の4126。さあ、1B が、土鍋の。伊藤じゃない、伊藤の4126。勝手に伊藤になってます。そうですね。土鍋のテリーバス。神奈川県ですって一応レッスン、マジレスされました。4126の。4126って言ったら、うちらのおっさん。4126東さんって言ったんですっけ、忘れちゃいましたけど。さあ、始まった 1B 側、土鍋テリー、2B、4126の上東。そしたら412の先にうちらがおっさんだから鳩やんか、転がっていって、ピヨったピヨった、416何出すの、タチダイキック、タチダイキック、投げじゃないんだ、タチダイキックなんだ、ボグッと膝切れ入っておしまいに笑ってる場合じゃない、トラベさんピッチです、転がって大足払い、飛び込んで超足切ったね、おっとウコテリー失敗、足払いが転んでハリケンアッパー、ハリケンアッパー自称キックで4126一歩接種、さあ今のあれですね、見せ場でした、4126さんかなり盛り上がりましたよ、盛り上がりましたね、レバー入れたまま大キック押すだけで投げれるはずなのに、なぜか膝蹴りみたいな、膝蹴りなんだろうねみたいな、熱い試合、さあ2本目4126一歩接種状態、静岡から取りに来たのに後がないハリケンアッパー、重ねてスライディングでスクついて溶かしていく、ライン移動、フェイントかけてショーのライン移動攻撃で向かってくる、4116、ハリケンアッパー先攻撃、逆を振る、おお対空ジャブ、うまい対空、うめえ、投げたハリケンアッパー、飛ばし空振ったけど、あ、ピヨった、ピヨった、今度は、今度はまたタチダイキック、タチダイキック、投げは知らない男、4126タチダイキックが超うめえ、超うめえ、ここは4126一回戦突破、レバー入れたままボタンを押すだけだっつうの、タチダイキックボゲーみたいな、4126はもう世界最強の膝を持ってるということで一回戦突破、マジ黄金の膝でしたね、黄金の膝、ありがとうございました、いや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 、いや今のはいいシュガーでしたね、いいシュガーでしたね、久しぶりのシュガーでした、ありがとうございました、いやちょっと興奮しちゃいました今、興奮しちゃいました、はい、したらじゃあ満を持して当時優勝候補銀さんアンディ VS レインちゃんの前、レインボーサイバーボーツジャッキーチェーンからみーちゃん、いいよ大丈夫だよ、さあ満を持して出てきた、じゃんけんでワンピースピー、最後グーじゃんけんホイと、はい行こうでしょう、はい勝ったみーちゃんワンピースピー、ああごめんなさい、前だからマイステージ選ぶかワンピーツーピーかだ、ごめん、どうする、あツーピー側、あくまでツーピー側、おっとここはランダムかもしれないところで前を引く自信があるのか、じゃあスタートボタン押しちゃっていいですよ、ワンピー側レジェンドガロデセツ全国大会優勝者、オフィシャル全国大会優勝者、キーさんゲメサイか、ゲメサイ優勝者、キーさんツーピーレインボー勢のみーちゃんの前、これはみーちゃんいきなり試練が続くか、おっとそして日本から旅立った、日本から旅立った、まいちゃんまいちゃん必殺技1個忘れました、ベニスはいい、さあ銀さん頑張れ、銀さんは、まあ、あんまり言えないけどいろんなところでいろんな大会をプロデュースして僕らを楽しませてくれた、人ですね、そして今大英見てから何でしたっけ、酒攻撃やったのにガードされるという、
舞ちゃんの作業で出るの遅いですからね。今日は銀さん、しかしプロデューサーではなくプレイヤーとして久しぶりにハロー2の世界に参戦。どうする三栄拳、三栄拳ねっ、これえもう初キック当てて、銀さんキック当てて、どう吹っ飛ばし、吹っ飛ばしを挟んで、あ、しゃがみ大パンチ、三栄拳中東にまず一本選手銀さん、ね、こんなとこでまだ転んでる場合じゃねえんだよと。これはレジェンドの強さを見せるのか、それとも自分が思った動きができていないのか、どうなんでしょうか。多少ブランクがあるという情報は耳にしていますが、対してみーちゃんサイバーボス、ストリートファイター2ダッシュゲームを、いろんなソウルキャラバスにいろんな格闘ゲームの手だれ、みーちゃんガロー2でどうなんだ。しかし相手は全員アンディ、ビヨってる、ビヨってるし、投げた、投げた、ポイント、銀さんは投げれる、投げれる、銀さんは投げれる、投げれないのは4126、最小限化されて、いろんな大会をね、あの中を全国大会を取ってから、その後業界に入ってプロデュースしてくれて、僕らを倒しましてくれた銀さん、今日はプレイヤーとして本気のアンディ見せていただきたい。さあお見合い続く、動いたのは銀さん、銀さんキックからの三栄拳キャンセルで当てていく、挑発挟んで何が出る、何が出る、主拳三栄拳、おっ明快した龍炎武、兄ちゃんの龍炎武が刺さる、あと10秒林入って投げた、まだ分かんないよ、あと2秒、今ってあれじゃないの、消費差し伸べ合わせで削っときゃよかったんじゃないのかと。ここは銀さん中東に1回戦突破、おめでとう兄ちゃんも惜しかったな、あれ必殺し伸び合わせでした ね。そうですね、今削っとけばあのドロー分かんなかったんですけどね、ありがとうございました。したら続いてあれですね、優勝候補もう一人ヒット、ガロボーアンディ対ニョーチン、ガロボーアンディ対ニョーさんのチン、じゃんけんして席を決めてくれ。あ、最初はグー、じゃんけん、ほいと。はい、勝ったのは、ニョーさん、ワンピース B、ツーピー側へ。さあ、ミスター MVS、ついに本領発揮する舞台が、2種目目、現れた。ガロス、ワンピース、ガロスペシャル、リアルバトガロデス、もうとにかく何でもいいから、MVS のゲームはとにかく強い。ガロボー、ワンピー、今日もアンディを選択。対して、ニョーさんは、チンを選択。ガロボーをストップ、ストップさ、ガロボー。できるのか、めくり、ハロ対抗、しっかりガード、ガロボー。まずはバックしてね、よそ見るよ、衣装を飛び飛びチェイ、大栄拳、大栄拳で、おーと弱盤で返してローリング、しかし銀さんキックを当てていく。さあ大栄拳でこまして、ダメ8、大栄拳無理やり転がして、転がして大栄拳、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 大栄拳で、ハロ大根、おーバックしてて受けた、うまい、ジャックパンチ、大足払い、主拳、しっかり削って、あとわずかのところ、主拳、三栄拳と、三栄拳でいいポゼッシュ、ブレない強さですね、ブレない強さ、押しつけても待っても強いのがガロボーさんのパーフェクトたるゆえんですからね、その辺、誰が攻略するのか注目したいところ、ニョーさんのチンシンさんも頑張ってほしい。でもニョーさんのね、カツワがね、結構ちゃんと押してるんですよ、三栄拳に対して、そうですね、これはもう、ね、なので、ちょっとこれは、油断はできないですよ、ね、先生、あの画面端であの大攻撃の先生、残影剣出すのは、なんかあの、半端に移動するらしいですよ。さあ、飛びのかかったか、飛び離んで、近寄って、前を詰める、ガロボー、裏から残影剣、残影、押す、残影剣の数数えろ、残影剣の数数えろ、この野郎、あの太鼓、投げ攻撃、投げていったガロボー、凄まじい強さで、順当に、1回戦突破、おめでとう。したら、竹中さん、アンディと時の扉シーンですね、今の組み合わせと同じですね、アンディ対シーン、じゃあ竹中さん、好きな方に座ってくれ、時の扉が1、2、2タイトル取ってる状況、3タイトル目取れるのか、竹中さんと、時の扉くんですね、竹中さん好きな方座っていいですよ、時の扉くんは余った席に座ります。超人オリンピック 1日目はあ、そっちでいいの、そっちでいいの、竹中さんどこにいるのかな、竹中さんいない、消えた、竹中さん、今いた、いた、あれいない、いない、竹中さん、竹中さん、いないですか、いないですか、いないのか、いないと時の扉不戦勝にしちゃいますよ、そうなっちゃいますよ竹中さんめんどくさいから不戦勝にしちゃいますよ。
あ、いましたね。じゃあ竹中さん、はい、はい、じゃあ 2P に、はい、時の扉はチンシンさん、チンシンさん、竹中さんはアンディ、先ほどと同じ。ごめんなさい、時の扉はチンシンさんじゃないですか、ブタンカです。ブタンカです、ごめんなさい。さあ、ブタンカの時の扉が勝つか、それとも竹中のアンディが勝つのか、注目の一戦ですよ。別に頂上オリンピック1日目、昨日は一体トロビニーターダメの練習してもう2冠取ってました。今回初日初っ端のサムスピでこけてますから。そうですね。まあ時の扉くんの人間性能は非常に高い。このアンディ強キャラに対してどうやって対抗していくのか注目したいところ。別に今もう時の扉くん その人間性能の高さ分かってるんで、今もう銀さんとガロボーさんがもうガンミですから。ガンミです、ガンミおじさんです。あの銀さんとガロボーがガンミ、ガンミおじさん、ガンミおじさん、やばいですね。さあ、扉、空破弾、ガード、シェア、ジャック、ファン、ラセンス、飛び道具、打っていくのをしっかり三栄拳で潰していく。おっと、ライド、ここは攻撃、三栄拳の扉が勝っていく。ガード、シェア、下げ攻撃、下げ攻撃で飛び道具、キャンセル、しっかり出していく。技が出ない症候群はどうも治ったのか、時の扉、体力マックスか。さあ、ここは確かに時の扉の必殺技が出ている、出ていますね。竹中さんをまず1本下していく。わあ、いや、竹中さんのアンディもいいんですけどね、時の扉さすがですね、うまい立ち回りをしているように見えますが、2本目、難易度で、まあ、大体受けてローリングで近寄る、難易度で受けた竹中、ジャックパン挟んで飛び道具、おっと大役呼んでた、ジャックパン挟んで飛び道具、もう一丁、もう一丁、もう一丁、また投げる、まだ投げる、首が離れた、おっとクワダン、そこでクワダンだったか、当たっちゃった、まだ投げる、まだ投げる、やったりという扉、おー、出てた、タッチガードできない、タッチガードできない、これはピヨってる、ピヨっと通り食らって、また出る、ポイント、若干売り切り気味のポイント、嫌い方、ポイント投げて、相打ちって、相打ちで、もう一丁、投げて、もう一丁、時の扉ぶれずに1回戦突破、おめでとう。強キャラ食いを見せていく。したら龍子の剣、龍子の剣勢ですね、むしろ。THR 東、クロス、アンディ、 THR さんとクロスさん、じゃんけんして席を決めてね。まさか龍子の剣2チームが当たってしまうとは思わなかった。そうですね。今日一応前情報だ、 THR さんは新幹線甲府まで帰るのに、まあ、10時半までに終わってくれればと言ってました。じゃあ急ぎましょう、 1P 側 THR で、紫はもうそれよりもうちょっと早いですね、9時には品川が東京に着いてない。そうですか、急ぎましょう。クロスさんのアンディが 2P 始めてくれ。大丈夫かな、間に合うかな、大丈夫かな、微妙ですね、微妙な、際どいなんですよね、ギリギリ。そうですね、ザンクローム総研大会エントリーした方、本気でやってくださいね、お願いしますね。そうですね、ザンクローはもうシュガーラッシュ禁止でお願いします。シュガーラッシュ禁止でお願いしたいのかなと。むしろ背面切り書いた瞬間にもう席立つぐらい、席立つ終わりみたいな、終わりで初回するうちに THR が PG、 さあ残影入ってクロス殺していく、残影剣、残影剣で龍子の剣じゃ勝てねえけど、ガロー2で勝つぞ、カイパン、カイパンクロス、カイパンクロス、そうだそうだ、自分で言うな。さあクロス、変な色のアンディでまず一歩接種、2本目、さあクロスが距離を取って一生懸命飛び込むのは一生懸命飛び入れ、相打ち、大剣で距離詰める、昭和しばれ順通りに、ジャックパン、大パン、昭和しばれ、ハリケーンアンパー、さあこれは残影剣で押し潰す、ギーサーキック挟んで、ショーキックで、ここはスライディングスキスに当てていくのが THR、ハリケーンアンパー、飛び込んで、飛び込んで、飛び込んだけど連続技ない、飛び込んだだけだった、あれはスラがいいですよ、さあ、ハリケーンアンパーからスラ、さあ、THR、一本返せるか、あとちょっと削っていくか、スライディング、一本取り返す、THR、龍子の剣2、龍子外伝。ブリキ、いろんな流行の剣シリーズで強さを見せる THR、 ガロー2でもその強さは健在なのか、まずは1本取り返す、3本目注目、クロスは、クロスは昨日ガロスペいっぱい練習しました、クロスバカ野郎、ガロスペバカ野郎、違うゲームだ。さあ手貸しさんで残影剣、さあ THR、 後がない、真っ赤か、ジャックキック、ジャックキック、ジャックキック、スライディング、動かして、もう一丁、スリーはバーッターねえけど、スライで、吹っ飛ばし、ピヨった、あ、ピヨったんじゃねえ、あ、まだピヨってねえや、ごめんなさい、あ
当たっちゃった。クロス1回戦とパーティー HR お疲れ様でした。海パンの海パン男勝ちましたね。やはり海パンが効いてるのかもしれない。汚い。さあ THR を下したクロス、ゆうこの県2大会ではどうなるのか期待したいところ。したいじゃあこれで1回戦が全部終わったんで、シードだった選手たちの出番ですね。竹安ジューベイとビブンアンディですね。じゃあ竹安ジューベイ、ビブンアンディ、じゃんけんし席を決めてくれ。後ろ、はい、ということで今8試合消化されました。23試合のうちの8試合消化、あと15試合あと15試合、長ワピゴはビブンアンディ、 2P シードの竹安のジューベイ。さあ竹安のジューベイはかなりね、仕上がってる感じ前はありましたけど、今回はどうでしょうか。強キャラ V しっかり見せてほしい。ジューベイはガロスペとまた全然違うキャラクターなんでね、性能が違うんでね、その辺の立ち回りに注目したいところ。さあ放送禁止ステージでレディーファイト、飛び込んで足払いを刻んでいく。それに対してカレーせんべいを置いていく。竹谷カレーせんべい、もう一丁おせんべいの試合、垂直ジャンプしたところを残影剣で落としていく。もう一丁主剣、主剣せんべい打ち合い、飛び込むところを立ち合いキック。イブンさんのアンディは結構手堅い、手堅いですね。放送禁止エリア、放送禁止エリア、おっとここが小腹毛しっかり決めるのは竹谷。イズナ、イズナを、さあせんべいをダメージで打って、おっと大足払い、はい決まった。残影剣が待ってるぞ。バックジャンプして一体仕切り直し、もう一丁残影剣、竹谷が飛んで大キックに落とされたのに、もうビビって飛べなくなってます。あ、そうです。今超下に出ましたね。そうですね、超劣化弾、超劣化弾出てしまったか。おせんべいに負けてしまった。さあ大剣、大剣、竹谷大ピンチ、削られて足払いが入って、まずはビブンアンディ一歩接種。ライン移動で逃げたりとかした方がいいよ。そうね、そうね。さあ10名アンディに対しては結構厳しいキャラクターだと僕は個人的には思ってるんですよ、ね。さあ下げ攻撃で1000秒巧みに避けていく。微分スロー、超スロー、超スロー、超スローですよ。取り押しですよ。垂直ジャンプで飛翔剣を受ける。飛び込む三栄剣、映画対攻め、微分アンディ見せていく。ライン移動からの大足払い、おっと攻めで割り込んでいく。ショートパンチで三栄剣の拒否、三栄剣刺さっちゃった。飛翔剣逃げて、おっと裏回って投げ、足払い挟んで飛翔剣、画面端を背負っている竹谷、動きを変えたいところ、飛び込む、おっと裏まで入っちゃった。三栄剣、これは手堅い攻め、ビブンアンディ竹谷を買うか、おっとせんべい当てて締めくるか、裏だな、いってうまい、ビブンアンディせんべい投げるんだろうどうせみたいな感じをね、2回戦突破ということでおめでとうございます。ただじゃあこれ同じく静岡の方ですね、スルタツさんと犬仮面、スルタツテリーと犬アンディ、じゃんけんし席を決めてくれ。エアガイツではまさか自分の持ち芸では1回戦で負けてしまった犬仮面、ガロツーではどうなんだ。あと屈辱の名前ですからね。そうですね、それ覆すまではその名前出なきゃいけないという宿命を背負った。そうですか、ありがとうございます。というわけで犬アンディがワンピーで、静岡から来たスルタツテリーツーピーレディーファイト。さあ飛翔剣、飛翔剣、飛翔剣、はいもう一度飛翔剣、ワイドで嫌がるスルタツ、バックで残影剣、おっと残影刺さる、残影剣、もう一度残影剣、おっとでクラクション出ない、売り切れた、売り切れたな、クラクションで売り切れた、今売り切れたろ、ダッシュタックル投げられる、完全に今売り切れが見えましたね、完全にクラックシュートが売り切れているスルタツ、どうなんだどうなんだ、じわ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 睨み合い続く、クラックシュート突き出たらみんな拍手するんだぞ、いいか分かったか、ジャックパン、ジャックパン、あそこで落ちた、素晴らしい、クラックシュート負けてる、クラックシュート再入荷、再入荷、勝負に勝った、試合に負けて勝負に勝ったみたいな、そうですね、今でも出したってこと、出したってことで技術が大事ですから、ね、今エアガイツ仮面ションベン漏らしてますよ、あいつクラックシュートどうせんだ
マジでマジででも一歩取るんだよ。もっとウンコからのライジング、ウンコからのライジング、ウンコからのライジング、ウンコライジング、出していこう。そしてクラッチいっぱい、サイド売り切れ、サイドウンカはいつなんだ。クラッチのライジングタック、クラッチのかなり希少価値の高いものです。やば、おっとまた売り切れた。ライジングタックル、クラッシュと振り切れてる、ぶっ飛ばし挟んで、エアライツ仮面がビビってる、ビビってる、出るか出ないか分かんない、クラッシュとにビビってる、相手ビビってる。そしてウーコからのライジング、ウーコからのライジング、投げた、素晴らしい、体力ないよ。でもお土産に昇竜弾、昇竜弾、あとでウーコからライジングで2回削って死んじゃうんじゃないの。ライジング、もっと逃げるよ、足払い、ガードして、クラッチ、ナイスクラッチ、ライジングタックル、最後までライジングタックル。いやー素晴らしい、スルタツさんのうんこっぷりやばいっすね。いいですね、盛り上がりますね、かなりいいですね。さあ、やばい、つかめ、負けんな、うんこテリー負けんな、頑張れ。さあ、ダイヤキャさんで、さあ、クラックシート、まだ売り切れてないのか、入荷されてるのか、どうなる。まだ売り切れてる、まだ売り切れてる、売り切れ中、クラック中、絶賛売り切れ中、絶賛売り切れてる。180だって影肉がここは読んでいた、やばいっす、ライジングタックル、ライジングタックル、いいよ。いやー、スルタスさんの手に強いですね、ライジングタックル、おっと、また決める、あー、今そうね、足払い、おっと、ここはやばいっす、勝つ、怪我として我慢した、足払い、三重県我慢した、三重県当たり、三重県当たったかと、あった、売り切れたで、パワーゲイザー、パワーゲイザーは当たらない、ダイヤシダイヤシ でクラックはもう売り切れている、完全に売り切れだ、クラックシュートが売り切れてますね、クラックシュート絶版、絶版です。投げて投げて、画面なんとか突破した、鶴田さん、クラックシュートは、クラックシュートはですね、発禁で発売禁止になったんですね、発売禁止でしょうか、ありがとう、もう製造中止。いやー面白かったですね今の試合。どこだ、ここか、ここか。はい、犬が勝ちましたね。はい、下じゃあ、リュウさんのキムですね。リュウさんのキムと、紫の舞。さあ、先ほど、重要な試合を勝ち進んできた紫舞ちゃんと。ステージを選ぶか、ワンピースピーカーですね。リュウさんのキム。いや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 、うんこテリーがいなければ。席を選ぶ。そしたら、ステージは好きなのを選べるのか。ステージは好きなのを選べるけど、マイステージにする？マイステージにする。そしたらまたあれですね、の紫が一人を始めたところに乱入する形で、ね、紫さんがコンピューター戦を選んでもらって、それを見てから 1P の、スタートおっしゃっていいよ、リュウさんは乱入してください、よろしくお願いします。上です、はい、で前選んで、もうコンピューターは何でも、コンピューターちょっと強いキャラクターだったりして、結構攻撃的な攻撃的なキャラクターわかんねえみたいな、それだったら試合終わった後にサクッとコンピューターがどっちか殺してくれるんで、そんでもって、リュウさんが初登場ですかね、キムで乱入、選択、キムもね決して弱いキャラではございません、注目したいところ、どうなる、キングアイダーさん94のスーピーカラーですね、そうですね、かっこいい色ですよね、吹っ飛ばし、吹っ飛ばし攻撃で紫メガを吹っ飛ばしていく、さあ関係者、関西からやってきた紫メガ、関西勢の強さ、リアルサウスターの強さ、東京で見せてくれるのかどうか、注目の一戦ですよ。さあ、ここは一勝負、避けて、足払い、サマも当たらない、おっと、ここは振り付け、当たっちゃった、ちょっと当たったね、キム、判定の強かったね、最後追い込んでいく、しのぎは止めましたね、初盤、もう止められるんだね、なるほど、さあ、立ち、おっと、止めたよ、大キック、手がかりは弱いもよ。あ、分かってるね、吹っ飛ばしと課長戦相打ちって、課長戦相打ちして、このままから逃がさないところで削って、オートランプ直線カーブ、しっかり決めていく、確定でしたね、今のはね、素晴らしい、リュウキム、まず一本選手、間合いこそ狭いけど、あれガロスペの、ダックキング的な、ダックキング の、ブレイクスパイラル的なものだと思ってもらえればと思います。さあ、サウスタウン、リアルサウスタウンから来た紫メガ、あとがない。いやいやいや、リュウさんのキムは非常に新しいですね、リュウさんはあれですね、銀さんと当時から一緒にやった、ああそうなんですか、レジェンドキムですね、そうですね、素晴らしい、本当に強い技を当てて、舞ちゃんの動きを読んだかのように潰していく感じ、ぶっ飛ばし挟んでバックジャンプ、もっとここは紫がしっかりやっていく、まだまだ硬い、バックしてね、一回距離を取って白いパチ挟んで弱パンをするところ投げていく、素晴らしい駆け引き、どうも、おっとめくりしっかりガード、サイパッチからの UF、
もう一丁固めていく。紫手が流し払い刺さって動かして。キュル取る。危ない。じゃあ大将パンチで飛び込んで。おっとラム呼んでた。素晴らしい。さあお互い赤いよ。ランプがいつでも出せる状態。あぶね、垂直ジャンプダイキックで避ける。そして間合い離して、間合い離して、紫目がここはしっかり勝っていく。一歩取り返す。いやいい試合ですね。いきなり決勝戦みたいな試合をまたも見せてしまった感じ。紫目が絡みは熱い試合が続いていきます。さあレジェンドキムリュウさん、ここは大阪勢ストップさせておきたいところ。どうなんだ、首つけ、ファーストアタックを決めていく。ドットバシカウさせてバックして、バックダブル中立かな、しっかり突っ込んでしたところ投げていく。エキティブ3で半月さん、なかなかガロスペと違って半月さん出てこないですね。ガロスがね全然ゲーム違うんで、この辺は面白い攻撃見れるかもしれません。さあ、ぶっ飛ばし攻撃があって、さあ、紫目は体力半分減ってる状況。このゲームを繰り返すのは非常にきつい。半月。足払いで落として、もう一丁足払い。ズズンって足払い。隙のない技、必勝たちを固めて固めていく紫目が、自分のスタイルを押し付けていくパターンがね、ワイちゃんは非常に有効な攻略になってますが、おっと、前先攻撃で避けた。ぶっ飛ばし避けた。どうする、半月さんガードして、バックして、よくて、引き出して、おっと、タイク。さあ紫目が後がない状況、飛び込んでムササビの前挟んで、あと5秒、逃げるか、どうする、あと1秒は必殺シューベチャー使って、リュウさん大勝利を埋めるぞ。紫目がここで散ると、ここで散っていった。やはりガロー2は完走か。さあ残るワーヒー、ワーヒー2とリュウコ2で頑張ってほしいですね。ありがとうございました。はい、じゃあ KM アンディと4126シュガー東、KM アンディとシュガー東、はい、KM さんどこだ、KM さん、はい、じゃんけんでワンピースピー、